找人。找谁呀？我老婆。哎呀，这淡季来的客人呢，到底都是些既浪漫又不愿意掏钱的客人。他们俩是干什么？自杀。由于天气原因，海上航线即将关闭。我要找的那个人也爱跳舞。你找不到他的。你怎么知道？我丈夫也是你这个样子。你到底是个什么样的女人？你成熟一点，面对现实。我是满足不了你了。はい、では本日の高橋ひろゆきのシネマ館配信も、素晴らしい映画監督とお話しさせていただきます。今日は通訳さん入りの中国の監督でございます。まずは自己紹介のほどお願いいたします。先让你 自我介绍一下。我是、海街奇谈的导演张弛。我来自中国。海外奇谈の監督のチャンチです。中国から参りました。よろしくお願いします。今天就拜托你了。谢谢。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、映画の方を拝見させていただきまして、簡単にあらすじの方、プレスに載ってるままなんですけども、仕事のオファーがほとんど来ない俳優の中は、愛する妻と最初に出会った島で妻の行方を探す。観光客のいない島の光景を愛用のカメラでフィルムに焼き付ける。さまざまな島民との出会い、ホテルのオーナーと親しくなり、小学校の先生に惹かれ、地元のダンスクラブのマネージャーと恋に落ちるというのが、これざくっとしたあらすじで書いておりますけども。他这次已经看过您的那部电影了。然后呢，他这次会说一些自己的想法。好呀。刚才主要介绍了一下你这个影片里面，比如说。一个男人为了寻找他失踪的妻子，去了一个海边的城市，然后接连遇到了一系列的女子，发生了一系列很奇幻的故事。はい、題名通りね、不思議な物語でした。确实，就像这个日语的标题一样，是一个奇谈，一个有点奇怪的、不可思议的一个故事。島の、ね、情景や海がすごくきれいく撮影されていて、すごく印象に残ったのは、まず映像的に多数の青色がすごくあるなと思いましたけど。给他留下深刻印象的是你这个电影里面有很多蓝色的色彩，不同程度的蓝色的色彩。对, 对 我的第一部电影我觉得可能有一些就是把整个画面拍得很苍白，因为是有雾气嘛。然后第二个电影，我这个电影就想做一个就是以蓝色为主要视觉的，因为它有海，然后有很深情的表达。然后我第三个电影就是日环食，那个全是红色。確かに監督さんはすごい色についてこだわりまして、自分の実は長編作品は、はい、三作品がありまして、最初の作品は、はい、白い海岸をテーマとする作品で、はいはい、だから全体の雰囲気は白い。うん、今回の海外奇譚は、はい、作品目で、はい、海をテーマとするので、はい、主にブルーに青い色にテーマにしてたんです。はいはい、三作品目は、金環二色という作品が、はい、それは金環だから、金色の金色の
感情、うん、それは大体全体的に赤い、うん、色は特にこだわりがありまして、そうですね、だからすごくまあ光の使い方がすごく全体的に印象に残ってます。嗯，对，他所以对这个你那个镜头里边的颜色印象特别深刻。嗯，そこはすごくね、アート感があってね、監督の意思が伝わってきたのかなと思います。嗯，确实是有那种艺术的感觉，能感觉到对导演对艺术的这种特有的感觉。对，非常感谢，对。ありがとうございます。どうぞ、ごめん。あとね、まあ、あらすじはまあさっき言ったような内容なんで、まあ、そこからいろんな方と出会っていくとかそういう話なんで、我々まあ突っ込めないところもあるんですけども、それは観客の方がもう映画館で見てほしいなとは思うんですけども。あ、当然、还有就是他在电影里边也知道、就是你遇到了一系列的人物、每个人物也许有自己的这种特征、他就希望其他的观众呢自己走入电影院去。来观察这些感受，那是最好的。对，それは一番ありがたいです。ね、まあ海洋動物が一応出てくるということね、いろんな生き物が出てきて、見つけられただけでカブトガニ、イカ、エビ、クラゲ、タコ、カニ、貝、魚とね、いろいろ水族館のように出てきました。あ、他说在那个。您的电影里边表现了许多动物，他查了一下，注意到的有鹤，嗯，有鲸鱼，嗯，有这个贝类，嗯嗯等等，嗯，有很多动物，就简直就像一个那个海洋动物公园一样。对对对，是的，对，因为我家乡在那边嘛，我从小就经常会接触到那些古怪的海洋动物，所以我在自己的电影当中，我觉得那个东西很独特，然后。我就想把它展现出来给大家看到。嗯，確かに自分のふるさとはこの、はい、海辺の町で、はい、いろいろ海洋動物、確かに海鮮類とか、うんうん、生き物がたくさんいました。子供の時からとても親しみのある存在として接触したので、はい、自分の今回の作品に入れました。なるほどね。まあ、その辺もすごく我々アップで映ったりするので、こう挿入されているので我々引き込まれるんですけども、先ほど色の話をさせていただいたんですけど、これもう一つ映画の主人公で音がありますよね。あ、音、音、映画の先ほどはだか、まあ、色の話したんですけど、この映画の中でいろんな音が登場するんですけど、その音のこだわり、海之外，他还注意到一点是，就是这个电影里边有各种各样的声音。嗯嗯嗯，对，すごくあれ、真浪声。波の音とか。そうですね。波の音が割合何分間に1回入っているというか、ずっと我々波の音と一緒に進んでいるような気もしますね。啊，他在电影里边，他注意到几乎就是几分钟都会有一个海浪的声音，然后就是被这个海浪的声音带入到各种各样的情节里边。对，就声音还有一些设计，比如都跟水有关，比如说它随着故事的递进，可能好像我现在没有那么记得清楚，但是应该是这样的，就是滴水，一开始是漏水，然后水是越来越多的，水槽里边的那种声音，啊、水槽的声音，对，它是越来越多，越来越多，越来越多，就是后面变成一个有一个巨大的一个。场域で、あ、確かに音にもこだわりがありまして、はい、波の音とか、うん、あと水槽がありまして、タコの水槽があるんですが、はい、水槽の音とかいろいろ音を合わせてだんだんなんか激しくなって、うん、最後に導く、はいはいはい、なるほどね、そうですね、そういうこだわりが確かにありました。だからまあ映像的にもこう色でずっと引きつけられて、耳もすごくそのまあ、波の音もずっと多いのと、あと雨の音、風の音、シャワーの音、電話の音、足音、扉開けると音、こんだけ我々なんか耳が反応しましたね。啊，他就是说，在颜色给了眼睛这种冲击的同时，他的耳朵也受到了很多各种各样的这种刺激，或者说是听到了各种各样的声音。除了海浪声、风声之外，还有人的脚步声，嗯，各种各样的摩擦声，
他对这些声音都是印象非常深刻，觉就，得这是不可或缺的，电影里边不可或缺的一部分。对，就声音拓展了整个空间，就拓展了画面以外的空间。然后我觉得可能也是因为 SMGO 他们帮我把这个声音做得更好了，在剧院当中，都是应该有他们的功劳。对。実は自分は監督さんとして、これいろいろな音を通じて、その空間の感じをもっと拡大したかったんです。広めに、空間を広めに感じさせようとしてたんです。あとは、シネマ GO のおかげで、素晴らしい映画館で上映したので、特にその音の特徴が強調されて、みんなそういう音が、もっと素晴らしく聞こえるように仕上げたじゃないですかと。ですね。我々すごく音がすごく気になる作品でしたね。一つ本当に主役、音も主役になってるっていう作品でしたね。确实是，除了色彩之外，音色也是这部电影里边的主角对，非常感谢。的。就是，我觉得确实就是我在这个我做电影的这个心得，就是我觉得氛围可能是和那个情境是大于情节，就特别是在这个电影里，我是怎么去实践的。特にこの映画ですが、実は物語よりもっと映像とか雰囲気を重視する映画なので、こういう色彩、色、音を重視してた、していたんです。やっぱりそれがすごく拝見してて伝わってきました、すごく。看的时候确实能充分感受到这一点。監督の思いをストレートに 受けることが できました。他也很高兴能够自己就是这样直观的感受到你当初的这种设想感觉。对对对，然后我觉得我好像那时候看到一篇影评是一个英国媒体在网上的，他就说这个电影的叙事，他说这样的叙事可能并不是那种能帮，就这样的叙事方式并不是那种就是很明确，但是其实有助于情绪的，就是能有助于就是让大家的情绪就能调动大家的情绪，其实也能调动大家情绪，以一种更感性的方式，对，其实也能明白电影的意思。自分は昔、監督さん昔、イギリスの、レビュー、イギリスの、評価人の、レビューを見たことありますが、それによりますと、この映画は、確かに物語の述べ方はちょっと独特でユニークなんですが、分かりにくい部分があるかもしれないですが、でも、色とか音とか、そういう形式のものに、あとカメラワークとか、そういう形式上のものによります、よって、ストーリーを述べることは、とても、見ている人の、感情、を、なんと言いますか、同調させる力がありまして、そういう流れ的な力が確かにあると言われています。そうですね、それは感じました。本当に感覚映画かなと思う感じで拝見させてもらって、まあ、主人公が、まあ、写真を撮るんですけども、この映画をですね、見てる方もなんかちょっと撮ってポストカードにしたいシーンが多々あったなと思います。他说确实，这部电影感觉是那种感觉上的电影。调动人的情绪的电影，然后有很多一开始的话，比如说他一直拿着一个照相机到处去拍照，他也觉得你这个每一个画面他都想拍下来变成一个照片，看电影的同时。对，就是，哎呀，之前也有朋友这样说过，也有观众这样说过，同じレビューも前も聞いたことありますが、確かにそのような特徴があります。对，ありがとうございます。但是我看到有差评说感觉像放幻灯片，就是这样。でも、なんか、これ、書いて、これは、不満な人もいます。そうですか。写真の組み合わせの感じがあるから でもなんかその、こう静止画を動画で見せてるっていうね、なんかそういう不思議な感覚ですけどね。但是作为电影来说，也是一种很奇特的、很有其实特对，征很有的。特征，对，是的，是的，是的。
で、本当にアートファンタジー的に見ると、ね、すごくいいかなと思うんですけどね。能感受到那种就是艺术的童话的色彩。童话的色彩，对。其实我在想，我的电影里其实也有蛮沧桑的那种情感的这种变化。然后，不知道这个高桥先生他们有没有能够在电影的尾声段就被这种情绪感染。沧桑的。对，有些情感，反正就是一种情感力度。对，就。この映画の中では、ちょっと苦しい、悲しい雰囲気も多少があるんですが、その映画の最後で、そんな感覚、感情を伝えたかのと、ちょっと加藤さんが聞きたいんですが。あ、伝わってきます。全部伝わってきましたよ。だから、なんか全部3にこだわってるんかなんか、ね。女優さんも3役してはるし、3人の女性が出てくるし、結局それは、やはり、主人公からしたら、一緒のような女性を好きになるんやなっていうところも割合伝わってきましたけどね。他说当然是感受到了那种情绪上的。然后他说这个电影里边有三个女人，跟他的这种情感对，纠葛吧，对，最后他都能感受到都能感各受种。到。ね、なんかあそこは違う女優さんに刺すよりも、あれですごい成功やなと思いましたね、見てて。说用一个演员演三个角色，他觉得比用各自不一样的演员的话，更能感受到那种情绪。对，现在是就那个女演员，她演了后面两个。就那个很胖的，他没办法，对。但是那个很胖的死掉之后就，其实是四个角色，不，死掉之后，哦，对，其实还有他的妻子嘛，就他真实现实中的，对，是的，是的，所以他演了三个，对，是。さっきは3役とおっしゃいましたが、実は4人そうですね。同じ人が出先生ていダンスホールのまま、妻ともう一人は、それはいいもとし思いくます。はちょっと太っていた女性が、中年の女性が、旅館のおかみさんですが、あのおかみさんもですか？おかみさんが 殺された。の後のシーンのなるほど方ね。が出てそういでする。ね。なるほどね。そうなんですね。そうなんですね。メインではまあ最悪ね。なるほどね。そういう秘密のところがあってわ かりました。あとね、劇中で気になったのは、タバコのシーンが多かって、それはなんか意図的な、あるんですかね。タバコを吸うシーンが割合、多かったなと思うんですけどね。这个抽烟的镜头有什么样的想法？你说女生吗？タバコのシーンというのは女性のタバコのシーンですか？そうですね。ね、なんか見てて何回か、女性のシーンと男性も吸ってますよなんか、ね。よく看过。对，也有女的在抽烟的那种。第二段，对，就是，对。那个倒好像没有太特别设计，只是觉得人物可能需要，人物需要，对，因为第二段的那几个人物，那个要出海的渔民什么，他会相对，粗俗一点，然后，对，然后那个女生她的年龄段可能能够让她有些变化，就是对，跟那个不是很清纯的那种形象，然对，有后点和混，社会上的，那种记性，并没有特别的意义。あれは大体、この女性の年齢段にもよりますが、タバコを吸っているシーンの時の女性の年齢段なら、やはり社会的にいろいろな人にもっと複雑な性格になるかもしれないんですが、なるだほかどね。らタバコを吸っているシーンで表して、その複雑性、社会性を表しているんです。なるほどね。まあね、そうやって、本当に感覚で見てほしい映画で、東京は今公開中ですけども、大阪は、多分シネヌーボーですよね。シネヌーボーで上映なんですけど、シャンデリアの劇場にすごく合うなっていう作品ですね。他说这个电影确实是那种调动人的感官的这样的电影，所以他很高兴在电影院里边看到这样的作品。然后这次是在东京，下次可能是在大阪。大阪的据说那个电影院好像
那个音响效果可能更好特别的好，他啊！说他觉得这个作品可能和那个电影院的气氛很合。我操，是这么一回事，可以，很期待。楽しみしてます。ぜひとも楽しみにしてください。はい、あのね、いろいろ話させていただきましたけど、すごく我長くなりましたけども、最後になってしまうんですけども、ご覧の皆さんに監督からメッセージよろしくお願いします。能到最后的话，希望你能和看他这个节目的观众说几句话。好，就是，他这个节目应该也是就是迷影像的是吧？就是，就好多主要是深度影迷是对，深度吗？影迷。深度影迷。其实我的电影我觉得有很多，就当然讲的是我自己的故事，但是也受到很多日本电影的启发，日本导演的启发，对。所以我觉得这本电影就是，除了它本身的这个，就是影像上的魅力以外，就是更希望大家能够看到它背后那些，就是其实可以折射到每个人的现实生活的那样的内容。对，也不仅仅是停留在它的那个就是画面和音响。对，其实仔细看的话也是能发现的，都是能发现的。对，还是有一些就是，哎呀，什么意思？挺有意义的东西吧，挺有意义的内容吧。自分の今回の映画ですが、やはり自分の、今までの人生経験に基づいて、自分のいろいろ考え方を積み込んでた作品ですが、でも日本の監督とか、日本の昔の作品の影響もありまして、とても、日本とご縁のある作品になります。日本の皆さんに見ていただいて、この作品の中で色とか音とか、そういう形のものだけではなく、もっとそれぞれの、例えの意味とか、深い皆さんが感じたもの、自分自身と重ねてた部分が感じられればとてもありがたいと思います。多分ね、对，皆除さ了美学上，可能还有来自心灵的这种感动吧。希望大家能有一些。美術、ビジュアル以外にもいろいろ感覚があればありがたいなと思います。ね、ぜひとも皆さんも劇場の方でその感覚をちょっとつかみ取ってほしいなと思います。はい、魅力ですけども応援させていただきます。非常有魅力的一部作品，我他会那个给你这部作品加油。谢谢，非常感谢。ありがとうございます。本日はお忙しい中、お話しさせていただきまして、誠にありがとうございました。今天呢，百忙之中，导演接受采访，非常感谢非你。常感谢。ありがとうございます。これからの新作も楽しみにしております。他会很期待您的新作。对，就是如果有机会，到时候也会能跟大家见面，那是最好。对。機会があればまた交流が楽しみにしています。はい、ありがとうございます。どうもありがとうございました。谢谢你。ありがとうございます。